トゥキディデスの胸像。トゥキディデスは古代アテナイの歴史家でオロロスの子であるツキジデスなどとも。代表作はペロポネソス戦争を実証的な立場から表した戦史である。トゥキュディデスはこの戦争に将軍として一時参加したが、紀元前422年のトラキア・アンフィポリス近郊での失敗により失脚、20年の追放刑に処された。このためスパルタの支配地にも逗留したことがあり、この時の経験によって双方を客観的に観察することができたとも言える。また、トゥキュディデスの罠などの概念を生み出したと伝えられる。なお、今もって理由は不明だが、トゥキュディデス、戦史の記述は紀元前411年の記述で止まった。後に、哲人、ソクラテスの弟子クセノポンが、中段部分から筆を起こし紀元前362年までを記録したギリシア史を表し、ペロポネソス戦争の記録を完成させた。トゥキュディデスは先人の歴史家ヘロドトスの歴史と対比される。特徴として同時代の歴史を扱った著作では特定の国家をひいきせず中立的な視点から著述していること、政治家、軍人の演説を随所に挿入し歴史上の人物に直接語らせるという手法をとっており、中には裏付けがあるとは思えない演説や対話も入っていることが挙げられる。演説では開戦1年目の戦没者合同追悼式に際し、ペリクレスによる演説が最も名高い。ありがとうございます。